私たちが住んでいる町にはいろんな歴史がありロマンがあります。自然がそのまま残っている里山やホタルが飛び交う川があります。その一部を紹介しましょう。長沢川は瀬田東学区と瀬田北学区のほぼ中央を流れ、その源は瀬田東学区、河口は瀬田北学区ですが、地名が異なる町を流れてはいませんので名前が変わるはずはないのですが、なぜか東学区の川の表示板には長沢川、北学区の表示板には長曽川と振り仮名がしてあります。江戸時代の文章には長沢とひらがなで書いてあり、長沢川が正しいと見るべきでしょう。長沢川は支流丸尾川と本流長沢川に分けます。本流の源は長尾の山であり、その山あいの沢から流れが始まっているため長沢川と呼ばれるようになったのでしょう。今から約200年前の大ヶ谷は約40軒78人の村で、一里山は30軒ほどであり、大雨が降ると長沢川は洪水となり、山手の一里山の方から土砂等が押し流され、川が埋まることがしばしばありました。村人が少なく機械もありませんので、埋まった土砂を取り除くことや川底を掘り下げることができないために、川下の北学区では川底と土手が高くなり天井が垢し、川を渡るのには土手を登り川を越えて田んぼや畑に行きました。橋を作ってもすぐに流されるために橋は一つもかかっていませんでした。長沢川は洪水で困りましたが、田んぼに水を運ぶのに大切な役目を果たしていました。昭和30年1955年から長沢川の改修工事が始まり、昭和60年1985年までの30年間かけて町民が待ち望んでいた川が完成しました。両側に道路ができ、川幅も広く、また深く掘り下げられ、川の蛇行も少なく作られたので洪水の心配がなくなりました。また橋も作られ、それぞれの地名のついた橋や川の両側に桜が450本植えられ、住民の憩いの場所となる桜並木になりました。しかしその反面、私たちの暮らしが豊かになるにつれ水質がどんどん悪くなり、ホタルどころかザリガニや魚などの生き物さえ見られなくなり、異臭の漂う川になってしまいました。もう一度はホタルをと瀬田東文化振興会を呼びかけて瀬田東親子野外体験学習会を立ち上げ、当初のメンバーはボテジャコトラスト、瀬田東小学校、瀬田東小学校 PTA、 大津市環境保全課の皆さんの協力により年間を通した計画を立て、即実行に移しました。活動は夏休みの期間中に実施しました。今でも夏休み期間中に実施しています。ただし昨年と今年はコロナ禍で休みです。地域の皆さんの協力やメンバーの皆さんの努力により、おかげさまでホタルやカワムツ、タウナギなどの生き物がゆったりと暮らしています。
長尾の山は文化15年1817年に山あいの沢をせき止め、灌漑用の池が作られました。自然がそのまま残っている地長尾に平成10年1998年6月瀬田公園に文化会館を兼ね備えた冷暖房付き体育館が誕生しました。そのお披露目として瀬田東文化振興会が音頭を取り、アジサイ音楽フェスティバルを開催。故山田豊三郎市長のご出席を賜り、ピアノの引き染めを中井先生が、体育館前では郷土食の試食等を行いました。また出演者は地元のアーティストや地元企業、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学生などで演奏や演劇を披露。観客3515名が一体となり大いに盛り上がりました。他方瀬田公園は徐々に池の周りを一周できる回廊ができ、下長尾池では環境をテーマにして21年前に故山田市長と瀬田東文化振興会、地域の子どもたちで鯉の稚魚を放流。今では大きく成長した鯉を見ることができます。また長尾の山を迷わずに歩けるように散策路が整備され、夏には珍しいトンボや蝶々、モウセンゴケ、ワシグサ、ギボシの花々が見られます。公園全体に桜が植えられて、春には見事に咲いた花を堪能でき、市民や子どもたちの宝の森として定着しつつあります。